えー、マルルサーホビー動画チャンネル6月29日、えー、再入荷品ラジコンのご紹介です、えー、再入荷品の、えー、スカイライン 2000GTR 箱スカですね、通称。これが今、一番ダントツで人気があります。もう何を言っても,、あのー、もう定番中の定番で、えー、初回の,あの入荷の手でももう品切れてしまってやっと再入荷になってきたものです。でこのようにフェザーマーク2というものがついての車体で完成品になります。 で完成品で、えー、と送信機、受信機がついてますので、あと別に必要なものは手に持つ送信機の単三電池4本と、えー、送信機用のバッテリーと充電器は別に必要です。バッテリーは日課の日経水槽、リポ、リフェなんでも使えますけれども、ただコネクタがこの2ピンコネクタのものになります。でもしこの2ピンコネクタの,あのバッテリーを持ち上ない方は変換コネクタなんかを別売りで売ってますので、ご用意いただくようになりますで。こちらの方はフェザーのこのシリーズはホルベースが26センチで、幅がこれの場合は20センチの幅になってます。であのー 詳しくは中に説明書も入ってるんですけどまず、えー、ユーザーが一番気になるのはまずベアリングが全部入ってますでオイルダンパーもついてますで幅の調整はこの付属してるこのハブの調整で190でも200でもどちらでもできますでこの2.4の送信機とあのスピードコントローラーがブラシのモーター用で防水のアンプになってますで今出てる市場のものはあのほとんどモーターは使用可能が出てきてます で中身には14回巻きのモーターでこれでもうスケールのスピード的にはもう十分くらいのスピードであまりあの変える必要もないかなっていうくらいのスピードになってます。で実際の中身をご紹介します。 えー、こちらが、えー、その箱の中身の本,あの本体になります。えー、やっぱりまず特筆すべきは、えー、スケールでもナンバーワンですね。この強調のシリーズは、まずメッキのバンパー、あのフロントグリルなんかも、造形がきっちりよくできてますんで、もうこれで決定版になってますね。実際、あの店頭の販売もすごく多いんですけれども、あの初回のロットを買った人に後でこで伺うとあの、全員が飾ってあるって一言だけですね。ちゃんとこのフェンダーの造形、綿目のマグホイルの8本スポークホイルは、もう定番中の定番で、これが完成でも最初からついてます。 でミラーなんかもこのフェンダーミラーもちゃんときっちりしてあってあのワイパーもプラスチックでちゃんと別パーツになってますねこの辺は手を抜かないところが非常に優れててシルバーも単なるシルバーのベタっとした感じじゃなくて細かいマイカーみたいな感じのメタリックのシルバーで非常に落ち着いたシルバーになってますもうディスプレイにもなるくらいで確かにお客さんがテールなんか素晴らしいですねちゃんとあのテールのこの点なんかを盛り上がるプラスチックでちゃんとあのなってますでリアウィングもちゃんときっちりあのプラスチックでついてて、えー、バンパーもメッキのタイプになってます でオプションで別売りですけれども、LED のランプがあの、えー、前にと後ろあ、ごめんなさい、あの前が4灯、後ろがこの4灯とつけられるようにオプションで強調で出てます、えー。このようになってますね。非常に造形が、これが完成品で、えー、そのまますぐ手元になるっていうのはとても幸せなことでもう、この完成品のフロントのマスク、えー、だけで十分な価値がありますね。非常によくできてます。 であとはあのじ、えーと、車体がフェザーなもんですから、えー、先ほどの特徴の他にあに豊富なオプションパーツなんかもできますしでその他にあにパワーアップすることもできますただその、とてもボディがよくできてますので非常にああの他のボディに乗せることも基本的にはできますので、えー、あの実際あるのは走行用でもったいないから他のボディに乗っけててこれはこれで大事にすごく取っておくっていう人はすごく多いですねとにかくもスケールの塊の一押しのスカイラインです。 えー、次いでこちらもあのフェザーの完成品シリーズの2005年のフォードマスタング GTR です。で、あのー、これも幅が2 0センチの幅でホイールベースが2 6センチの通常のタイプですけれども、あのー、フォードマスタングっていうともうマッスルな、まあ、あのアメリカの車っていうことで非常にあのその特徴をよくつかまえてます。 でもう安定のこのフェザーのシャーシであでブラシの14回巻きのモーターとあのベアリングがついたり折りパーがついたりとかもう鉄板ですけれども1つあの他のモデルと違いがあってドリフトのタイヤがついてます。でこちらの方であのもう最初からメーカーでセットしてますんでこの箱出しで、えー、スロットルをオンにバッテリー充電器は別になりますけれども2ピンのコネクター付きの。 タイプをご用意いただくのと送信機の炭酸電情報は別になりますけどその充電したバッテリーをセットしてスロットルをオンにするとその場でドリフトがあのしかも簡単にできますあのなぜ簡単かっていうとパワーがあるのとあと幅が200の幅で安定してるものですからあの全く初心者の人でもドリフトがすごくしやすいですでもちろんタイヤでこなしてますんでこのタイヤをグリップのタイヤにすればあの即あのサーキット走行もできるかなり本格的なあの車体になってますこれもあの結構タフでおすすめの1台ですね えー箱の中身をご紹介します。えー、こちらが箱の中身のあの本体のマスタングになります。非常に幅が20センチ幅で、あのー、フロントのマスクがマスタングの不骨な感じがすごくよくできていて迫力があります。まさにドリフトの車なんかにはうってつけですね。あのー えー、実車の D1 グランプリのところもあの昔はあのフォードマスタングはスポット的にあの参加したこともありますけど重量級の,あのアメ車が実車,でもそうで実車もそうでしたけどあのドリフトすると国産の迫力の火じゃないんですねでこちらもやっぱ幅が広くって強車をきっちり綺麗に作ってますからこのドリフトのタイヤがなかなか優れもんでこの状態で箱出しでものすごくたやすくあのドリフトができるようになってますで合わせて軽量ボディでえきれいにプロあのボディもこの 塗装ステッカーで仕上げてますんで気を使わないであの場所を選ばないでドリフト走行に持ち込むのはすごく簡単です。であとはあの趣味のもんですからやっぱりあの早くも走らせたいっていう時はあのこちらもフェザーの車体なもんですから、えっと、いろんなパワーアップ用の、えー オションパーツなんかも用意ししてありますし基本的にはこのタイヤ取り替えるだけでグリップでもドリフトでもできるっていうのはすごくありがたいんですね。えっと、難しい説明なくてもあの箱から出してもう即すぐあのスロットルができて楽しく遊ぶこれが一番大事なんですね。で車体がすごくよあの頑丈によくできてますんでまずこれで不満なところはないと思います。ですからあの他のボディを乗せることもできますけれどもやっぱり あのこのフォードのマスタングのキャラクターと,、えー、と車体のドリフトは見事にベストマッチになっていてパーキングロッドからあのサーキット場まで何らかこなしてしまう実力もありますのでぜひあのコレクションの1台にいかがでしょうかえと続きましてフェザーのシリーズの1969年、えー、シボレーカマロ Z28RS ですね、えー、こちらはあの今までのフェザーのシリーズと違って 最高速度65キロ出ますなぜかっていうと、これはあのブラシレスのモーターがついてるんですね。で、フェザーの車体になってますんで、従来のフェザー系と同じなんですけれども、それを受け入れればパワーが上がっても受け入れることができる、やっぱりしっかりしたシャーシになってます。で、あのこちらも、えー、別売りは単三電池、えー、と4本送信機に使うものですね。それとあと、この動力用のバッテリーが日課ドも日経水素もリポもリフェンも全部使いますけど、えー、2ピンのコネクター付きになります。ただ、 先ほどの,あの時速63キロっていうのはあのー、リポを使った時の、あのー、パワーになりますんであの7 4トのリポの、あのーえー、バッテリーを、あのー、使うと、えー、それ以上のパワーが出ますんで,で先ほどの従来品と違うのはこれがあのブラシレスのモーターですねブラシがないモーターであのパワーがすごく出るようになっていてそれに対応したスピードコントローラーになりますでブラシレスのモーターに使うとすごくスムーブラシがないんでスムーズなのとこちらはパワーが出るタイプなものですから、あのー かなり迫力のある走りができます。で、合わせて従来のと同じようにオイルダンパーがついて、えー、ベアリングもついてますんで、えー、あとオプションでこのヘッドライトのところを変えることもできます。でランプはオプションパーツ別売りですけれども、LED ライトをつけることもできます。で、あと一番あのー、インパクトがこわるのは、なんて言ってもここのスーパーチャージャーが飾りですけれども、ちゃんとこのボンネットを開けて出てて迫力がもう通常のアメ車のあのさらに上の方をいってますね。箱の中身をご紹介します。 こちらが本体のカマロになります。こちらもやっぱりあのすごく造形がよくできていてまず特徴的なのはこのスーパーチャージャーですね。ディスプレイになりますけれども他の,あのメーカーでここまできっちり作っているメーカーはありません。えー、とやっぱりこのスーパーチャージャーがついているイメージということでブラシレスであとはリボを使っていただければものすごいスピードで走らせることもできます。もちろんあのスケールを重視してゆっくり走らせてもすごく絵になるあのかっこいい車ですね。でちゃんとバンパーもメッキの,あのプラスチックがついていますで。ワイパーも、 プラスチッックのメッキで、すすねねサイイドミララーもメッッキのプラスチックででここういういいとががポイントが高いです、ね、であとやっぱ、強調がこだわってるのは、このホイールとかも、テカテカのメッキであの、えー、半メッキとかじゃなくて、もう、えー、顔が映るんじゃないかっていうくらいのメッキになってます。ここは非常に大事なポイントで、あの質感がものすごくよくできてますね。後ろもなってて、ラジアルタイヤで太いタイヤがかまされてます。で、後ろの方も、ちゃんとメッキのバンパーになっていて、ナンバープレートもついていて、非常によくできてますね。 やっぱりあのこの辺はいくらインターネットのでも動画とかで現物を見ないとなかなかメーカーのホームページだと分からないところがあるんですねこういうエンブレムのステッカー1つにしてもあの手を抜かないでちゃんと作ってますしこういうサイドのそうですねエアインテークっぽいタイプとこの下のストライプここのステッカーこの鍵穴までちゃんとステッカーでついてますですごい細かいんですけどこういうところにちゃんとエンジンのマークの手間が入っててエアインテークもついたりとかしてます これもスピードは出すことは可能ですけれども非常にもったいないものですから飾りにしている人もかなり多いんですねやっぱりあのただ自分の持ってるのがあのいざとなったらすごいスピードが出るものをあの欲しいっていうのが男の子いくつになってもやっぱりあの少年の心がありますのでえと持ってたいとただ遅いのは嫌いやいやだっていう人がかなり多いんでえいくつになってもその辺は。 あの遊び心は忘れない方が多くて特にアメ車好きな人はものすごくコアなマニアの人がいますんで中にはこういうハイパワーなやつがあると非常に楽しいですねあのディスプレイにも走行にもおすすめの一台です。えー、長らく品切、あのー、れてました、えー、グラスホッパーキャンディーグリーンエディションの、えー、が入荷いたしました。 えあの通常のグラスホッパーにあのメーカーの方でウレタン塗装してある、えー、特別なモデルですねえっ、ー、とやっぱりもうグラスホッパーっていうともう380モーターを使ったグラスあのー、タイプの復刻版の代表名詞なんですけれども今あの大人の間で静かなブームで非常に熱くこのグラスホッパーでレースをやってる人なんかももう増えてきました。に、えー、にも色々復刻版があるんですけど特に今 あの静かなブームとしてグラスホッパーデザインももともといいんですけれどもあのやっぱりあのもう小学生中学生ぐらいの時に刷り込まれてる人なんかはもうこのグラスホッパー一押しの人が多いんですね。でこれより素晴らしいあのバギーはたくさんありますただグラスホッパーの存在感ってやっぱそれをあのえーまあそうですね小学生中学生の時に見てて憧れの一台ではあって、あ。のー ホットショットがやっぱりあの高額で手が出ない子もあのこれでしたらなんとかなるかなって言って非常に楽しみにしてでまた実際によく走らせてる人が多かったんですねですから大人になって今あの何台もこれを買ってすごく楽しんでる人なんかもかなりいらっしゃいますねでとにかく思い入れがある人が多いんで、えー、と特にチューニングするわけではないんですけれどもこちらの方をあの今までのお客さんの層としては珍しい楽しんで走行するっていう人が多いですねで箱の中身のボディをご紹介します えー、ボディを見てみますと、このキャンディーグリーンエディションですね、ちょっとメタリックが浮いたようなプラスチックのタイプで、このようにメーカーの方で、えー、塗装をしてあります。で、合わせてあの通常のステッカーに合わせると、まさにあのまあ、ホッパーですね、えー、バッタのイメージ通りの、えー、ものができます。で、なかなかこのグリーンエディションは、あのめったに出てこないものなもんですから、えー 入荷数も限られてますんでお早めのお求めはあのー、お勧めしますね、えー、非常にやっぱ心をなごむ、えー、復刻版の第一人者です、えー、続いて復刻版のタミヤ TT ゼルニーシャーシなんですけれどもこちらは えー、アルファロメオの 155V6TY ですね、あのー、西ドイツの、えー、DTM 選手権で一世を風靡したアルファロメオになります。ベンツとか BMW と戦って、えー、その頃の F1 ドライバーに乗っていて非常に活躍したモデルですね。車体は TT02 でおなじみの一番タミヤの人気のあるタイプのオンロードになってますので、あのこれからスタートして、えー、さらにあのチューニングしてあの性能アップすることもできますし、他にいろんなボディを乗せることもできますので。で やっぱりこのなかなか商標登録の問題があるもんですからマルティーのこのアルファルメオっていうとあの本当にその時だけスポット生産みたいな感じで、えー、発売になりますのであのアルファルメオを過ぎた人はぜひ押さえておきたい,い,きたいですねえボディの、えー、ご紹介とかにをいたしますボディは、えー、透明ボディで自分で色を塗るようになってますで、あのー、タミヤはあのー、優しいメーカーなもんですからボディママントのこの穴ですねこれがもう最初から開けてくれてますで、 こちらのリアのボディマウントの穴の位置も空いてて、えーと、リアウィングの穴の位置も空いてます。で、これは、あの、えー、まだ工作を慣れてない人は非常にありがたいことで、えー、とこちらの フロントガラスのここのところはワイパーですね。別,別に体になっているプラスチックの,あのワイパーがここの根元に入るようになっています。このように穴を開けるところの難しいところは開けてあります、ね。で、やっぱりタミヤだけあってあの、フロントマスクのアルファロミオの、えー、特徴的なこの無骨な感じの、えー、角張ったタイプがよくできてますね。あの非常にあのアルファロミオの特徴をつかんでいます。塗装するとものすごく映えますね。で今これは、 塗装する前ホームヒルがついてますからあのちょっと曇った感じになりますけど、えー、と裏側から塗装をしてあの剥がすともうピカピカのボディで綺麗、えー、なスケールのラジコンカーのボディになりますでこちらの場合はステッカーがちゃんとついてますんであのなかなかこれがあの回ってこないものですから、えー、とこの切って とを気になる方は買われた方のがよろしいかもしれません。で、タミヤの場合はこのようにこの線の通りにこうやって切れば、もうマスキングテープにそのままなります。で、薄くて馴染むもんですが、これものすごくやりやすいとこですね。で、あと、えー、ステッカーの品番は多いんですけど、ちゃんとマルティーニとかこういうのをちゃんとあの番号も振ってありますから。基本的にはあの？ 1>, 1番から振ってありますので、えー、できたらデザインカッターかなんかでこうやって切ってからあの説明書を見ながらとにかく時間をかけてゆっくり貼るのはコツです。えー、タミヤの場合は薄くってよくなじみますんで、あので、ー、細かいこういうテールのところとかヘッドライトのライト周りとかこのフロントマスクの,このアルファルメのマークとかあのちゃんと綺麗にあに貼れるようになってますので、えーまあ、時間をかけてやるもう一言ですね。えー、でそのと、あのー ゆっくりこう張っていくと、あのー、タミヤの場合は馴染みますから、えー、あのキ、ー、ものすごく、あのー、綺麗なものができます。この辺はやっぱりタミヤはさすがにすごいところがありますね。ねあのー、tt02 のシャーシについたアルファロメオの、えー、組み立てキットなんですけれども、やっぱりこの存在感がやっぱりアルファロメオだから買うっていう人がかなり多いんですね。それだけやっぱ人気のあるボディでこれがしたら楽しいなから始まって、えー、非常にあのー、コアなマニアの人からあのー。 ぜひあのえー、コレクションの一台にはいかがでしょうかで本日はこのように再入荷品のご紹介とかを差し上げましたけれども、えー、マルサンホビーでは、えー、自社サイト、えー、ヤフーショッピングアマゾンとかで Amazon、えー、等であの通信販売も承ってます是非あのわせてあのご紹介の、えー、動画なんかもアップし随時アップしてますんであのチャンネル登録の方もよろしくお願いたしますえいつもご清聴ありがとうございます